スーツが似合うビジネスマンってかっこいいですもんね。作りの良さが相まってこの生地とミックスされて、これ多分来たら軽っていうと思うんですよ、はい、この振りからの軽っこんばんは、 BR チャンネルプレスルームの森千春です。今日は六本木にあるグジ東京に初めて来ています。では早速入っていきます。はい、ということでグジの田野さんとリング東京の宮本さんです。よろしくお願いします。お願いします。弊社に来ていただく、はい、お店、ね、初めてということ で名古屋も、ね、来ていただく。そうなんですよ、その前にグジ東京に来てみました。いや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 、それはもう嬉しいですよ。びっくりしたのが工房、あれすごいですね。心斎橋リフォームさんっていう、はい、まあ、僕らの業界だとすごくこう人気のあるというか技術のいい押し入れさんとして有名なんですけど、中に作れちゃったんですか。そうなんですよ、すごい。名古屋にもありますから。あ、名古屋にも、はい、名古屋にも同じような工房がありまして、それも含めて素敵な雰囲気だし、本当何でもありますね。何でもありますか。ここに来ればもうかっこよくなれるってことじゃないですか。地下にもあるんですよ。あ、地下に。地下には彼が巣を作ってる所属。所属です。さあ、今日はどんなものを紹介してくださるんでしょうか。このグジにおいてリングジャケットさんに作っていただくグジオリジナルスーツっていうのが非常にこうね、力を入れておりまして、はい、今までは、まあ、星和さんだったりとか寺田さんに来ていただいて、はい、初めて森田さん、ね、初めて。ちょっと一からいろいろポイントだったり一からこれ長なるね。そうですね。ちょっと大和さんにお願いして前後に分けてもらわなかじゃあまずは何からいきましょうか。じゃあもう特選素材、はい、まず着てもらいます。今期の特選素材、まあ、一番の特選素材なんですけど、今までの弊社のオリジナルのスーツ市場でも一番特選じゃないかなという。ちょっと肝してますか。そうですね、フランネルというと僕らの業界で一番有名なブランド、イギリスのフォックスブラザーズというところなんですね。今までのフランネルはこちらです。これも生地感が違うってことですか。フォックスブラザーズです。はい、特徴としてはイギリスの生地って打ち込みが良くて張りがいいって言われているので着映えがするというか、これはウール100のフランネル、これは実はカシミヤコーンなんですよ。なるほど。 40% フォックスブラザーズ長年見てきてますけど、はい、こんな生地見たことないです。カシミヤが入ってるっていうのはあんまりないあるんですけど、はい、この風合いで 40% カシミヤ 60% がウールなんですけど、着た感じのツヤとか雰囲気とかが、はいはい、同じように見えて同じように見えないっていうのが素晴らしいところです。これ見逃しにこうどうやっていう感じではないんですけど、この生地の質感は素晴らしいと思って今回セレクトしてきました。パッと見は分からなくても究極の上品ってことですね。それにプラスいいのがリングジャケットさんの縫製なんですよね。最大の特徴はこの上襟の付けにあります。何が普通と違うんですか。襟にこの首に吸い付くように、はい、この上襟をつけるの非常に難しいとされているんですよね。湾曲しているじゃないですか。伏せ取りの技術が非常に素晴らしいのがこのリングジャケットさんの特徴です。あとは伊勢込み、伊勢込み、こちらの後ろ側の生地の長さとこの前の生地の長さは後ろの方が長いんです。日本人の体型ってもともと前型になっている方が多いと言われているんですよね。これを縫い縮めることによってこうグッとこう上前に持ってきています。あとはこの袖の付けですね、はい、この身頃側のポールとここは袖側のはこちらの方がこう円形は大きいんです。それをこう縫い縮めていって可動域を取るっていうのが最大の特徴なんですけど、日本人にフィットするようなそうですねジャケットができるんですね、はいはい、あとは資材、この中に真珠が入っています、はい、薄いものを立体的に仕上げると非常に技術がいるんですけど、その技術が素晴らしい、そういうこう作りの良さが相まってこの生地とミックスされてフォックスブラザーズと、はい、いいコンビネーションができてるんですね。はいはい、なのでこの時の特性。なるほど。で形もリングジャケットさんでは長きにわたって愛されていた184っていう形が名品と言われている形があるんですけども、それをベースに弊社はちょっとこう細くでアームも細く仕上げています。じゃあシュッと見えるんですね。かっこいいビジネスマンの方が
好きというか増えたらいいなと思ってるんです。そうですよね、スーツが似合うビジネスマンってかっこいいですもんね。これまだ神話ってあるんですか？何ですか？なんかあの女性スーツ好きってもうそれは永遠の神話だと思います。あ、そうなんですか、はい、だから宮司さんみたいにこう、ね、いいジャケット、いいスーツを用意して、はい、こう発信してくださるのは嬉しいというか、いけいけって思います。マジですか？いや頑張ろういけ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 。これね、あの実はあまりネガティブなこと言うのもなんですけど、はい、まあ、こういうご時世スーツって一般的には逆風なんですよ。あ、そうですか。リラックスウェアが流行って。そうですね。そんな中弊社のこのオリジナルスーツ、はい、売れてるんですよ。すごい。仕事だから着なければならないというよりは、うん、スーツでおしゃれがしたい、かっこよく着たいっていう方に支持されているんですよ。だから一重にこれはもう BR さんのおかげですし、これからは森地さんの、ね、そうですね、お力を借りして、ね、森地と田の地でちょっとよく分かんないちょっとよく分かんないですよね。それぶっこんでくるの考えてたでしょ先ほど特選地の特選って申し上げましたけど、はい、実はちょっとお値段が高いんです。いくら万円でしょうか？税込みで39万6000円。おー、リッチな。39万6000円。リッチなスーツですね。39万6000円。リッチなんですけど、これ実は売れてるんですよ、すでに。そうなんですか。やっぱりお好きな方がいらっしゃるんですよね。あ、するよねっていう。あ、じゃあその記事を見ても納得されて。そうですね、見たことないよねっていう。もちろんこうね、彼みたいにタイドアップしていただいてもいいですし、冬場なんかタートルとか合わせていただいて、うん、スウェードの靴なんか履いていただくとものすごくかっこいいと思いますし、これはもうずっと着ていただけますので。そうですね、はい、この廃れないというか。そうですね、柄も入ってないし、はい、イギリス生地ね、いいとこがあるんですよ。何、はい、ですか？着きれば着るほど体に馴染んでくるっていうのがいいんですよ。じゃあ強いけど、はい、ちゃんとその自分に合ってきてくれる体が、あの生地がすごく体に合ってくるんですよね、うん、で今期の特選がこのフォックスブラザーズのウールカシミヤで、先ほどご紹介した CBT5、 これも歴史に残る名品中の名品の生地でリングジャケットさんが仕立てています。これは今回ダブルに仕上げました。おー、ダブルのみの、はい、コンとグレー。かっこいい。いつも無地もやってるんですよね、はい、今回ストライプだけにしました。なるほど。それにはちょっと原因がありまして、はい、すごい高いんです最近。あ、だから展開がなかなか。そうですね、うん、円安っていうのはまだまだ続いておりまして、特にこれイギリスなのでポンド、ね、さらにやっぱりポンド強いので、もっともっと選びたいんですけど、はい、まあ、今回はこの3つに絞らせていただきました。なるほど、はい、かわいいですね、このストライプも。あ、そのかわいいっていう表現いいですね。かわいいですね。ビジネスライクなストライプっていうよりかは、このなんか生地感も相まってすごいかわいい雰囲気に、ちょっとほっこりしたような、ほっこりするかなって思って、こっちも着てほしいです、このストライプも。あー、素敵。もともとスーツの走りはダブルなので、こちらの方がフォーマル度は高いんですけど、それがかわいいっていうのがすごく新しくてどうですか、着心地は。いや、やっぱりもう安定感抜群ですね、うん、で見た目以上にやっぱり軽いっていう。それは仕立てですね。このあのワイリがこう首に沿うようにつけられているのと、はい、この肩がこう乗るようになってます。この面で支えるので、すごく重たくても、重たくはないんですけど軽く感じるのがリングジャケットさんの特徴ですね、うん、これはおいくらですか、お値段は。税込みで209,000円です。あ、やっぱりさっきよりはかなり抑えられて。そうですね、これ実は数年前は正直16万とかで出てました、17万とか。円安もそうですけど、はい、まあ、全体的にインフレ傾向にあるので。こういった、あ、はい、まあ、ストライプの時はどういうネクタイとかすれば。前ね、あの森地さんと はい、やらせていただいた時に、まあ、ストライプストライプでもいいですし、あのピッチを変えればいいですね。そうですね、あの無地のこういうタイでも素敵だと思いますし、最近はジャガードのネクタイとか、コモン柄とか、はいはいはい、プリントのネクタイとかっていうのも素敵だと思います。すごく合わせやすいです、うん、では続きまして、まだ特選が続きます。どう、僕の着てる、あ、こちらですか。ゼニアの生地です。いや、もう艶やかでかっこいいなって思ってたんですよ。フランネルはちょっと起毛してる素材なので、どちらかというとやっぱり10、11ぐらいからこう着映える、もう本当に冬 の、 あのスーツの代表的なものですけど、これはもうちょっと素毛防毛と素毛、はい、フランネルは防毛、防毛毛が立っている、素毛はこう削られている、艶やかです。これのゼニアのトロフェオっていう生地です。おー、エルメネジルドゼニアで有名ですよね。ゼニア、はい、まあ、僕が着ているものですけど、はい、トロフェオ、
これはトロフィー制度っていうのがあるんですよね、ゼニアには。その年ですごくいいウールが取れた人に対して表彰するシステムなんですけど、うんうん、そのウールを使ったトロフィーです。この軽さとこの艶やかとぬめり感、うわ、軽い。先ほどはイギリスを代表する生地ですけど、こちらはもうイタリアを代表する生地です。あ、すごい素敵な生地ですね、はい、それとプラスこの同じゼニアの防毛ですか、これは。まあ、防毛といって、その中間ぐらいかな。でも非常に艶やかですよね。艶感ありますよね、はい、でピッチもちょっとこう太めのものも多いですよね、はい、これもゼニアのシリーズ、もうツートップです。トロフェオと、あのマニピコクイーンリッチっていうシリーズです。15ミクロンの糸の細さで織られている生地です。このウールも最高です。ネイビーのストライプと、これ今ちょっとこういう生地色がおすすめなんですけど、ブルーグレーのようなちょっと中央的な色のスーツ、これとかも素晴らしい。これもしよかったら着てみてもいいですか。こっちのピッチが太い方の、これ多分着たら、はい、軽っていうと思うんですよこの振りからのハードル上げますね森さん軽いでしょ。フォックスも十分軽いと思ったんですよ、はい。まあ、生地の重さ自体はもちろんこちらの方が軽いです。これは森ちゃん、レベチですねこれやられた。今日考えて、すごいことに。これはおいくらですか。20万3500円。あ、でもそんなもんなんですね。安くはないんですけど、はい、あのゼニアの最高級生地を使用して、まあ、このリングジャケットの縫製なら許していただきたいなっていうふうには思いますね。こんなにいい生地をこんなに綺麗に、なんかこうスタイリッシュに着こなせるのは素敵ですよね。そうですね。これからはですね、はい、ポイントとしているのは、あの名古屋店、はい、名古屋店は、まあ、ドレスだけのフロアを設けているので、非常にこう面積があるんですね。ということは、まあ、比較的幅肩数がいるという。で、先ほどからも言い訳がましく申し上げている通り、はい、ボックスブラザーズもゼニアもリーズナブルな価格で出しているつもりではありますけど、高くなっている、うん、でもやっぱりあのかっこいいスーツをビジネスマンの方に着ていただきたいと。日常着るスーツにしては高いんじゃないかということで、ちょっとこうちょっと抑えめのものも今回ご用意してます。ありがたいですね。そうですね、カノニコ VBC っていうシリーズです。カノニコ、はい、あ、ご存知ですか。ああの何度かスーツ界 で、 あ、そうですか。聞いたことはあります。その VBC を使ったスーツのシリーズを今回初めてご用意しました、はい、種類多いですね。5種類ですか。そうですね、はい、これがソモのストライプ、はい、うんうん、ストライプの出方が非常にこう大事なんですよね。でしょう、この細くてでも印象的なストライプですね。目立たなさすぎてもですけど、目立ちすぎてもビジネスで使いづらいと思いまして、はいはい、ありそうでないストライプじゃないですか。いや、これなかなかストライプ難しいんですよ、うん、でそういうところがカノニコすごくうまいんですよ、 VBC は。それとちょっとフランネル肝を刺したストライプ、はい、先ほどフォックスはダブルを選びましたけど、こっちはシングルにしています。それのコントグレーと、これもフランネルの無地。あ、無地もいいですね、うん、シュッとしてかっこいい。コントグレーがあります、はい、あ、ってことはもう6種類あります。それぞれお値段どれくらいなんでしょう。このストライプが137,500円、はい、でこの起毛したフランネルのストライプが143,000円です、ね、はい、でこちらはストライプと一緒です。そうですね、137,500円ですね、はい、自分たちにもやっぱこだわりがあって、このラインは絶対守りたいっていうラインってどうしてもあるんですよね。でこれはそのラインの上を行くものなので、あらゆるそのトップメゾンとかブランドもこの生地を使ってますので、あのクオリティは折り紙済みなんです。にもかかわらずちょっと他のブランド、まあ、そういうゼニアだったりとかフォックスブラザーズよりちょっと安く、お出しできるっていうのが特徴ですね。あと名古屋の面積もありますので、はい、あのいろいろ見比べられるんですね。そうですね、はい、あの選んだのがこのカノニコのシリーズです。いや、その価格帯もいろいろ用意していただけるっていうのは、あの、うん、買う側からしてもありがたいなと思いますね。あ、本当ですか。このストライプもちょっと着ていただきたいなって。ありがとうございます。あ、シングルもかっこいいですね。でもこれ もうストライプの出方が絶妙なんですよ ね、 そうですね。濃くなったり薄くなったり、チョークストライプ、チョークで変えたり。あ、チョークストライプが効いてますね、はい、このピッチの幅と。今回初めてこのカノニコのフランネルをこうオーダーさせていただいたんですけど、
改めてフォックスブラザーズのフランネルの凄さを知りましたし、あー、おー、そら違うなっていう、一見変わらないんですけど着るとやっぱり違うっていう VBC カノニコの凄さも知りました。あ、この値段でこれ出せるんやっていう、なるほど、両方の凄さを知ることになったので、あ、オーダーしてよかったなと思ってます。ではまだあるんですけど、お、まだありますか？まだあるんですけど大丈夫ですか？はい、ぜひお願いします。まあ、最後にしようかなと思いきや、最後ではないです。これ、まあ、ずっとおすすめしているんですけど、ロロピアーナのオーストラリスシリーズっていうのをやってるんですね。どんなシリーズなんでしょうか？これは年中着れる生地です。すごい艶やかな、まあ、ロロピアーナの生地は、まあ、ロロピアーナでいいんですよ。すごい。これをずっと定番としてここ数年扱っていました。この秋冬から生地を変えました。定番のものを生地を変えました。すごい決断なんですけど、実は僕らなりに、はい、どうして変えて、どういう風に変えたんですか？次に変えたのが、はい、こちらロロピアーナの365っていうシリーズです。365、どんな生地なんですか？もともとこれを始めた時にロロピアーナの4シーズンっていう生地から始めたんですね。スーパー130、かなり細い糸を使った生地が廃盤になったんです。それで探しに探してこのオーストラリスに変わったんですね。変えました。でこちらは150です。スーパーもっと細くなって、はい、番手が上がると艶やかで軽やかになるんですけど、強度が落ちます。落ちるんですか？で365っていうふうに復活365が出てきたの。365日4シーズンと一緒です。今そういうことですか。スーパー130で、はい、雰囲気もいいんですよね。むちゃくちゃ触り心地も、これが365で、こっちが違います。なんかオーストラリスです。このオーストラリスはちょっと肌にこう吸い付いてくるような感じというか。あ、そうですか。柔らかくて、すごいですね。この差わかります。でも逆にこっちの方が張りはありますもんね。さすがですね。柔らかいのは柔らかい、ね、同じ柔らかさで艶やかなんですけど、はい、ややこちらの方が強度があるかなと。これも素敵なんですけど、はい、で本当にちょっとの差なんですよ。でもやっぱりその365を次からまあちゃんと押していこうと。もちろんこれもまだ在庫ありますので、あの自信を持ってお勧めするんですけど、じゃあ今はある間は並行して売ってるんですね。でもこれ徐々に少なくなってきているので、はいはい、オーストラリス気になる方は今のうちにゲットしていただいて。そうですね、これね、本当に苦渋の選択というか、本当に悩みに悩んで今まで買っていただいた方もたくさんいらっしゃるので、はい、それはもう全然悪いものではないですし、むしろオーストラリアの方がいいっていう方も多いかもしれないですけども、いろいろ考えた末にあのこの365っていう選択肢をすることになりました、うん、はい、こちら新しい方はおいくらくらい？これで14万8500でしたね。14万8500。価格は違うんですか？これそれもあるんです、実は。あ、こちらの方がちょっと高いんです。あ、365の方がおそらくですけど、うん、これはまだあの為替がそれほど円安じゃないときにがっつり単買いしたので、はい、お安く出せてるんです。でも新たに作り直すとオーストラリアの方がひょっとして高くなるかもしれないということで、こちらに変えたっていう経緯もあります。はい、長くなってますけど、もう一個いいですか？もう一個お願いします。戻りましてゼニアです。あ、ゼニアに戻ってきて、これはどういった？アイランドフリースっていう生地です。はい、これ隠れた名品なんです。へー、結構シンプルな見た目に見えますけれども、ゼニアの生地にしては非常にこう張りがあるんですけど、はい、結構しっかりした生地ですね。そうですね、うん、ただまあ着るとすごく柔らかくてしなやかなんです、艶やかで、はい、弊社がオリジナルスーツを作るのを依頼しているリングジャケットさん、まあ、そこの営業マンの笹本っていうのが僕の中学の同級生なんですね。まあ彼の口車に乗せられて作ったのこのスーツなんですけど、口車に乗せられて作った割にすごく売れてるっていう。さすが。着ると全然違うんですよ、オーストラリスと。非常にこう立体的にこう張り感というかあるんですよね。しっかり見えますよね、はいはい、こう世界を飛び回る飛行機のビジネスマンにぴったりです。ほうほうほう、まずかっこいい、かっこいい、でシワになりづらい、あ、で年中着れる。例えば、まあ、そう移動が多い方はどうしてもスーツじゃなくてもっとリラックスなそうですよね、ものを着てしまおうってなるところをちょっと待った、これあるぞと。そうですね、言ってあげたら、その今の時代のリラックスフィットが好きな皆さんもスーツに戻ってくるような気がしますね。かもしれないですね、うん、いやということで
たくさんありがとうございました。いやすごく勉強になりました。なりました本当に。なんかいろんな記事を一堂にこう比べるとかなかなかないの で全部結構ベーシックカラーだったりベーシックなデザインだったりしたのでそうですね。いやこれは本当にこう比べながら選びがいがあるなと。まあぜひねあのお店に来ていただいて、着用していただきたいですし、その生地の雰囲気ってなかなか僕たちそんなにねうまく説明できないので。そうですね、もう触ってこそもう百聞は一見にしかずですから。はい、そして今回ご紹介したスーツはもうすべて BR モールでも購入することが可能です。はい、チェックしてください。最後に何か宣伝とかありますか。いいんですか。はい、半期に一度この東京でレディースのポップアップイベントをやらせていただいてまして、はい、10月17日から21日まで僕も土日参加させていただいてるんです、いつも。はいはいはい、その期間中のなのでぜひ皆さん、来ていただけるとありがたいです。はい、来てください。行きたいです。いいですか。はい、レディース嬉しい。もういつも BR ってすごいおしゃれで楽しいんですけど、はい、私着られないじゃんってところがね、若干、ね、あるんですよ。そうですよね。なので、はい、グジさんのねいいものを私も試しに行きたいと思います。何か宣伝ありますか。宮本さん、はい、私はエメティのオーダー会を、その10月にオープンするあの名古屋店で開催することが決まりました。2パターンあるんですね。はい、はい、1パターン目が、10月5日から、27日まで、これはあのモデルユリと、ジャックというモデル2モデルを、オーダーできるという機会になりまして、2つ目が、10月の26日から11月の4日もう森内さんと、はい、小柴さん来ていただくあれですよね。ですね、はい、ビアルさんのみで販売されているマッシモビアル、あとガブリエレビアル、はい、あとテックゼロツーユリ、はい、宮本さんいるんですね。私も、はい、当日おります。ヘルプで1ヶ月、はい、名古屋に。あ、そうなんですか。はい、じゃあその時はまたよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ご一緒すると思うので、はい、私と星葉さんも、はいはい、応援に駆けつけます。26日に来ていただけるということで、はい、伺いますので、はい、ぜひ、はい、ぜひ皆さん来てください。来てください。よろしくお願いします。ということで今回は以上になります。これからも大人のファッションライフスタイルをお届けしていきます。次回の動画もお楽しみに。それではありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。